ちらのコタスタイリングベース B1 のご紹介をします。こちらはミストタイプのアウトバストリートメントになります。髪が広がってしまう方や髪がパサつく方、もっと潤いが欲しい方におすすめです。使い方はとっても簡単です。ドライヤーの前に髪全体に15から20プッシュ全体につけて乾かします。たったこれだけで驚くほどサラサラになります。朝の寝癖直しとしてもお使いいただけるのでとっても便利です。お顔にもお化粧水をつけるように、髪の毛にも毎日水分補給をしてあげることで潤いのある髪の毛になります。ぜひ皆さんも試してみてください。